帝国において最初にそう疑問を抱いたのは実はオーベルシュタインであった。だがオーベルシュタインは徹底した秘密主義によりその疑問を他者に語らなかった。その姿勢が同時期のみならず後世からも非難の対象となるが、ラングなどとは異なり、彼が一部の情報を独占していたのは私利私欲を満たすためではなかった。彼は他人を信用していなかったようではあるが、自分自身をそれほど評価しているわけでもなかったらしい。いずれにしても彼は死に至るまで寡黙で非協調的であり、自分自身について語ることがなかった。